はい、皆さんこんにちは、こうです。今日はですね、先輩からいただいたこの餃子、じゃん、餃子の丸岡餃子ですね、はい、これを作ってみたいと思います。小さじ1杯の油を入れます。餃子を並べていきます。はい、なんか熱湯を入れるのがコツだそうです。 100ml 入れます。蓋をして中火にして4分加熱します。はい、4分経ちました。ちょっと揚げてみましょうか。ちょっとまだ水が中に残ってます。この場合はですね、さらに 1,2 分加熱します。2分いきましょうか。はい、再度加熱しました。水がほとんどなくなりましたね。で、今度はここに小さじ4杯の油を加えます。で、再度蓋をして2分もう一度加熱します。いきました。じゃあ火を止めて開けてみましょう。はい、こんな感じでできました。結構いい感じじゃないですか。まあ、ちなみにこの中に、美味しく調理するコツの説明書を見ながら作りました。羽もできてますね。ちょっと食べてみましょう。あ、すごい皮がサクサクしてる。いただきます。うん、むっかおいしい。すごい、めちゃくちゃサクサクしてていい感じですね。中はこんな感じです。野菜とお肉が取れる感じしますね。うまくできたんじゃないでしょうか。それでは今日もご視聴ありがとうございました。素敵な一日をお過ごしください。それではまた。